スカールベイク駅は、ベルギーブリュッセル首都圏地域の都市スカールベイクにある、鉄道駅である。ブリュッセル中心部の北東側に位置し、ブリュッセルからルーベン、アントウェルペン、または、ブリュッセル国際空港へ向かう列車が通る。北南接続線を通り最初に普通列車が、停車するのが、スカールベイク駅で、駅は、多くの準急やラッシュ時間帯の普通列車。 ピークトレインの終着駅となっている。ブリュッセル首都圏交通が運行するトラムも接続しており、東駅から南へ、中心部の公園駅などを経て、フォーとジャコに至る92号線が乗り入れる。以前は42号線も乗り入れていたが、2011年にプレメトロの7号線に置き換えられ、東駅を経由しなくなった。7号線は、 隣のプリンセスエリザベスより利用可能である。駅には3番線から15番線まで13線のプラットホームがあり、1番線と2番線はフランス南部を主な目的地としたカートレイン用に使用されていた。カートレインは2000年に始発駅が変更されたが、結局2003年に廃止されてしまった。スカールベーク駅の南西側には、 貨物駅や車両基地などの広大な鉄道用地が広がっている。ベルギー国鉄は2007年の統計で、平日2935人、土曜502人、日曜369人が利用している。フレミッシュネオイコールルネサンス様式の荘厳な駅舎は、建築家、フランツソランによって2基に分けられて建てられた。正面に向かって、 左側の建物は1890年に本屋となる、右側の建物は1913年である。駅舎は1994年にブリュッセル首都圏地域の重要記念物とされ、建物正面部分が修復された。今日、駅舎の大部分は使われなくなっているが、切符売り場が平日の限られた時間に開いている。ウィキメディアコモンズには、 スカールベーク駅に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。